本作の種類は前作とは全く違うっていうのが、まず最初のシュリの表情やタッチ姿から見て、もうそれがもう目に見えて違ったので、なので私も必死についていかなきゃっていうのと、本当に正直苦しいシーンがやっぱり多かったなっていう印象もありますし、私も演じていてなんかすごく辛くなるものがたくさんあったんですけど、だからこそでもその感情をしっかりと私も日本語でも伝えられるようにレティシャさんが伝えているたくさんの思いをしっかりと私も同じ気持ちで伝えられるようにっていうのは意識しました。本当に一瞬しかお会いできなかったんですけど、その一瞬で私が日本の妹ですっていう風に自己紹介したんですけど、そしたらお妹かって言ってハグとキスしてくださって、温かくもう大きな心で一瞬にして、もう急に怖くないですか、日本で妹ですとか言われてもびっくりすると思うんですけど、それをすごいすぐに受け入れてくださる大きい方だなって思いました。武器、私の武器、うわー難しい、武器違う、みんなが言ってくれてるのでエクボで、そんな毎日会ってるメンバーもいつも私のエクボに指を入れます。なんかあとエクボ当てゲームっていうのがあって、笑ってない状態からエクボの位置をメンバーがこうやって当てて実際に当たってるかっていうゲームなんですけど、そういうゲームもできる武器ではあるので、はい、あと水が溜まるっていう、エクボに水が溜められるっていうのと、エクボで一円玉をつかめるっていう、結構いろいろできる、もう本当に大切な存在です。友達でもないし家族でもないじゃないですか、でも家族以上に同じ時間を過ごしてるから、だから仲間とか同志とかももちろんそういう言葉も近いのかなとも思うし、そういう言葉にも当てはまらないような本当存在で、どんな時も味方でいたいなって思う。みんなの人生が本当に幸せだったらいいなとも思うし、幸せになってねっていう気持ちと、幸せになろうねっていうなんか気持ちと、なんかそういう気持ちです。30代までに習得したい歌い方っていうのがあって、もっと人に伝えられるようにな歌い方だったりとかっていうのをボイストレーナーの先生と研究しながら教えてもらってるんですけど、やっぱり難しいみたいで、やってもやってもできないっていうのがあるので、その私とその先生との間では30歳までにできるようにしようねって言ってます。今回もうすぐ映画がこのブラックパンサーワカンダフォーエバーが公開になるということで、前作に引き続き本当にさらに、アクションだったりとか、まあ、パワーアップしているものもたくさんあります。そしてティチャラ、ブラックパンサーがいなくなってしまったっていう状態から始まる作品なので、そんな作品がどうなっていくのか、ブラックパンサーが誰になるのか、いるのかいないのかとか、いろんなことを期待しながら注目しながら楽しみにしていただけたらいいなと思います。